日本の金貨。日本の金貨とは、日本で鋳造され発行、流通した金貨の総称であり、大番、小番、文金、本位金貨、記念金貨等がこれに相当する。ここでは、明治時代以降に、進化条例及び、貨幣法に基づいて造幣局にて鋳造、発行された本位貨幣の金貨について解説する。大番、小番や記念貨幣については、 各々の項目を参照。明治政府は、それまでの小判、文金、穴銭などの貨幣に変えて、近代的な様式貨幣を発行すべく、香港及び英国から、鋳造機を導入し、明治3年11月27日、グレゴリオ歴1871年1月17日から最初に、銀の鋳造をはじめ、明治4年1871年8月から金貨が、 鋳造発行された。最初効果のデザインは英国に委ねる予定であったが、長近し、加納夏尾の優れた竜のデザインと彫刻が認められ、これが採用された。デザインに関しては、欧州諸君四国の例に倣い表面に、天皇の肖像を刻むことも考えられたが、古代より、元首の支配権の象徴として貨幣に肖像が、刻まれた西洋のような伝統を持たず、また、 基人に配慮するための身分資格を厳格に問う、伝統のあった日本では帰って不敬であるとされた結果、天使を表す、竜図に変えられたようである。また、理面には、天皇と皇室の紋章である菊門、十六弁八十票菊門、と、それに準じて格式あるとされる霧門、五十七、十日門があしらわれている。左右には月日を描いた二式のお肌、 中央には日照と八両鏡及びそれを取り囲む菊と霧の枝飾りが配されている。新金貨においては当時の中国が同様の竜図を用いた図案の効果を鋳造していた関係で表面の図案は竜から日の出る国の象徴でもある日照図案及び八両鏡に変更された上裏面に移り裏面にあった喫下紋章は 表面上部に移され、その左右から聞くときりの枝飾りが、半分ずつ円を描くように配されている。なお、硬貨の裏表については、造幣局の内記により、旧金貨は、リューズ、一円金貨は、一円の文字が表、新金貨は、日照が、裏と決められた。下に、掲載の写真はすべて、左が表面、右が裏面である。幕末白記。 度重なる金銀貨の懐中から足したようの貨幣が額面通りならず、それぞれ実質価値に基づく相場で取引され、さらに財政難に苦しむ各藩による偽造貨幣の判断から平成は混乱を極めていた。このような中、明治新政府は国際的に信頼を得ることのできる貨幣を発行する必要性に迫られ、さらに外国人大使からの 金銀地金の持ち込めによる本位貨幣の自由駐造を行う造幣局の設立の要望が強った。明治元年1868年新政府は香港から造幣機械を購入し金ドルガウランドラ英国人技師を招いて西洋式貨幣を製造すべく造幣局の設立の準備を開始した。さらに慶応四年うる月旧金座において 爆府発行の旧貨幣の分析が行われた結果、含有金量及び銀量に基づいて、旧貨幣の新貨幣との交換比率が定められ、回収及び回中が進められた。また、当時流通していた旧金銀戦貨の流通工が調査され、それは明治8年1875年に大倉省が刊行した新旧金銀貨幣鋳造工を並び、 流通年度取り調べ書に見ることが出る。明治2年、1869年当時一世を風靡し、事実上の国際決済通貨として、世界的に広く流通していた、メキシコ人、8レアル銀貨に基づき、これと同質量の本銀貨を発行し、金貨及び同貨は、補助貨幣とする銀本位制の採択の意見が大勢を占めたが、当時財政研究のため、 米国に渡っていた伊藤博文は世界の大勢から金本位制を取るべきと強く主張資金本位制が採択さ、メキシコ銀と同質量の一円銀貨は貿易決済用銀貨として発行されることになった。量から窓か円への切り替えは10とされたため比較的円滑なものであり、当時金貨の流通の大半を占めていた万円に分半二枚分の岩油金量と 含有銀量の合計が、メキシコ銀1ドル及び、米国の1ドル金貨の含有金量の実質価値に、近く、1ドル金貨に近似する質量の1円金貨を発行するに至った。この決定を受け、造幣局では、民間日本人、外国人及び政府より納入される金及び、銀時金、旧貨幣、外国貨幣、地金の量に応じて、金貨及び銀貨が、 製造を発行された。また、造幣局において、規定枚数ごとの製造貨幣から抜き取られる、教師貨幣は、大倉大臣の下で、各年度ごとに行われる、貨幣大試験に供され、両目及び品位が、規定通りであることが確認されることになった。明治4年5月10日、1871年6月17日、交付の進化条例。 明治四年大乗館布告台267号で一円金貨を現価と定め、窓か、円の金平貨は一円にイコール純金1 5ムとされ、これに基づき、純度90%の本位金貨である1、2、5、10、20円金貨が鋳造、発行された。金貨は、宝貨として無制限通用とされ、金貨の鋳造を希望する者が造幣局に金地金を、 言おさめして、金が交付される自由鋳造が定められた。1円銀貨は貿易専用とされ国内では、硬貨とせず、開口上において、銀貨100円は、金貨1 0円に等価貨とされ、金銀貨は1、16.01とされた。明治3年と4年名の硬貨は、何分未経験の様式硬貨の製造ということで、鋳造が悪く、図案が不明瞭なものが多くあったため、 明治5年1872年11月14日の大乗官布告341号により新たな鋳造機に使用する刻印を作り再鋳造された。この刻印は少しサイズが小さかったため125円金貨には同じ両目質量で直径の大きなものと小さなものの2種類が存在する10円20円金貨においては 新しい国印もほぼ同じサイズのためコインの直径にほとんど差異はない。明治10から20年代に多額に上る金貨が流出したことや金貨の製造が衰退する一方で1円銀貨の製造工は躍進し続け、明治11年1878年5月27日には1円、銀貨も国内において無制限の放向と認。 明治11年大上官布告第35号、日本は事実上の金銀加本位制となり、明治9年、1876年3月4日には、金貨100円は、貿易1円銀貨は100円に等価、明治9年大上官布告第27号、とされており、金銀非貨は1、16.17となった。しかし、金貨の流通は、ほとんどなく、 事実上銀本位制の状態であり、打貨銀貢献も金準備の不備から打貨銀券の発行のみであった。国際的な銀相場の下落に伴い、明治20年代後半には窓川金に対し、明治初期の約半分に下落していた。当時、大蔵大臣であった松方正義は通貨の安定を図るためには本格的な金本位制が不可欠であるしていた。 政府は通貨制度を検討するため、明治26年1893年10月に貨幣制度調査会を設置し、近年の金銀相場の変動の原因、金銀相場の経済に及ぼす影響、物価の動向及び貨幣制度改正及び金本位制の是非などについて調査し、明治28年1895年7月に、 松方泰蔵大臣に調査書を提出した。この内容は明治28年同会発行の貨幣制度調査会報告に見ることができる。その結果、貨幣制度調査会では通貨制度改革の必要性を唱える者が多数を占めたが、金準備の不足から本格的な金本位制に踏み切るのは困難との意見が多数を占めていた。折しも。 明治二十八年から約三年かけて、日清戦争による賠償金二億三千百五十万両、テール、英国金貨にして三千八百八万ポンドを、新国から受領することになった。明治二十九年、1896年、再び内閣総理大臣に就任し、大倉大臣を、兼任することとなった、松方正義はこれを後期として、金本位制志向に踏み切った。 明治30年、1897年10月1日、新たな貨幣法、明治30年法律第16号が施行されたが、この法律では金陛下が半減され、1円イコール、純金0 7 5ム、2分となった。この法律により、進化条例で発行された、旧金貨はすべて額面の2倍の通用力を有することとなった。 この法律による基準で新たな金貨が鋳造されたが、額面は5、10、20円の3種類のみとなり、原価である新1円金貨の発行は1グラムに満たない大きさとなるため見送られた。同法律では本位金貨の品位は金90%とされていたためである。金本位制を基本とする貨幣法が成立するにあたって、 これまで無制限通用の放課とされてきた一円銀貨は廃貨とされることなり明治31年1898年4月1日をもって通用禁止となった。大正6年1917年第一次世界大戦の影響による金の国外流出を防止するため打艦及び輸出の一時停止を行う世界の流れに伴い日本でも 同年9月12日に金貨及び金地金の輸出が許可制なり実質上停止された。この時点で打管は停止されなかったが事実上の輸出禁止は打管停止と同じ効果をもたらした。しかし1920年代後半に金解禁が世界的な流れとなる中、日本に対しても解禁の要望が高まり昭和5年1930年1月11日、 内閣総理大臣、浜口祐子のもと、大倉大臣、井上淳之介により金解禁が行われた。しかし、演奏場下落の中、旧陛下による解禁を行ったため、多額の金貨及び金地金の流出を招き、翌年の昭和6年、1931年12月に、再び、打官停止、輸出が禁止となり、その後打官が再開されることはなかった。昭和7年、 1932年3月4日、大倉省は、三金時価買い上げ要項で、買い上げ価格を1グラム1円93銭、1円、イコール518ミリグラムと、貨幣法、第2条による、金陛下より事実上の切り下げとなった。昭和12年、1937年8月10日には、金準備評価法、昭和12年法律第60号が制定され、 日本銀行の金準備は、純金2 9 0ラムにつけ1円で、再評価され、さらなる閉価切り下げとなった。その後の昭和17年、1942年の日本銀行法では、当分のない貨幣法、第2条の規定にいらざることを独とされたが、この次元措置は以降解除されることはなかった。第二次世界大戦後の新円切り替え後、大幅なインフレーションに見舞われ、 1949年以降ドッジラインにより1ドルイコール360円の固定相場にペックされ、またアメリカは1934年から政府の金買い入れ価格を温水イコール35ドルに定め、1944年の国際通貨基金の協定でもこの金、ドルレートが成立したことから、金1グラムは405円、1円イコール2.47ミリグラムとなった。 日本では、金管理法、昭和28年法律第62号大市場、全条の規定により、政府が金地金を買い入れる場合の価格は、国際通貨基金協定大市場の規定による価格の範囲内で、市務大臣が定めるにより買い価格は、金1ムにつき405円と定めるとなり、貨幣法、第2条の金陛下との会議は、さらに激しくなり条文は、完全に主文化した。 1971年8月15日に、リチャード・ニクソン大統領はドルと金との打鑑定を発表し、1971年12月18日には10カ国増唱会議で合意されたスミソニアン協定で、金1オンスイコール38ドルとドル陛下が切り下げられ、円は1ドルイコール308円と切り上げれるなど、固定相場制が由来だ。 さらにドルに対する不安は、やむことなく、各国はドルに対し変動相場制を取るようになり、1973年2月12日に、金一温水コール42ドル22セントと、再び陛下の引き下げ、同年、昭和48年2月14日以降、日本円もドルに対し変動相場制となった。1976年1月に、ジャマイカのキングストンで開催された、 国際通貨基金暫定委員会では、金、ドルは将来にわたって価値基準とせず金の工定価格や各国通貨当局による金の売買の制限規定を削除するなどの合意に至り、各国は変動相場制を中心としたキングストン体制となり、価値基準としての金、ドルも放棄された。しかし有名無実化した貨幣法が法制上は、 昭和63年、1988年まで、生き続けることになる。紙幣の金打間は停止されてはいたものの、新旧の本位金貨は、通貨の単位及び、貨幣の発行等に関する法律、昭和62年法律第42号の施行により、昭和63年、1988年3月31日、限りで廃止となるまで、法令上は長期にわたって、 現行通貨であった。廃止された本位金貨と現行通貨との引き換えは原則として昭和63年1988年4月1日より9月30日までと設定されたが引き換え実績は例枚であった。本位貨幣の廃止に伴い日本は明日ともに管理通貨制度に移行した。第二次世界大戦中に日本国民が供出したこれらの金貨は 財務省に金地金という扱いで保管されていたが、平成17年、2005年から平成20年、2008年にかけて、これを放出し、競売にかけられた。一気に32,683枚、うち2枚は万蔵と判明の金貨が、市場に溢れ出たために、コレクション市場の価格は概ねそれまでの半額にまで、下落した。造幣局の記録には明治時代。 プルーフ効果を製造したという公式な記録は残されていないが、造幣局創業当時、英国人技師中心に貨幣製造が取り仕切られ、また、英国では古くから貨幣製造にあたりプルーフ効果の製造を伴うことが伝統であったことから、明治初期に贈答用プルーフ効果を製造した可能性は高い。発行枚数の記録に見られる。 明治8年12月製造の明治9年名や明治10年名及び明治13年名など数十枚という製造数は贈答用貨幣発行が目的との見方ができる。明治5年1872年11月の改正により小型化された金貨は1円金貨の明治7年名と5円金貨を除いて鋳造枚数は非常に少なくいずれも 新しい極印と鋳造機の試験、並びに、プルーフ効果の施策として鋳造されたようであり、これらの効果は、コレクターの間では、非常に高値で取引されている。五円金貨は、米国の五ドル金貨や英国のソブリン金貨とほぼ同じ、純金を、でおり、国際的に見てもスタンダードなサイズであり、外国人にも受け入れられやすく、他の額面の金貨に比べ長期にわたって、鋳造。 発行された。明治26年1893年5月、アメリカのシカゴ万国博覧会に日本の貨幣を展示することになり、1円20円の5種類の金貨が各2枚ずつプルーフ効果として鋳造され出品された。これが日本の効果における最初の公式なプルーフ効果である。金貨はべて明治十五年名であり、五円金貨を除いてこの年の 発行はなかったため、新たに極印を整備して鋳造された。これらの明治25年名の貨幣は、おの一の枚ずつが造幣博物館に展示されている。先に述べた通り、プルーフ効果は、洋式貨幣が鋳造開始された明治4年1871年に、すでに試験的に鋳造が行われ、明治3年4年名の一部の金貨には未完成ながら、 プルーフ効果が存在する。また、明治6年、1873年に金貨と銀貨の極印が変更された時にも、プルーフ効果が試験的に鋳造され、磨き上げられた極印がテストされたため、特にこの年号の5000銀貨と5円金貨には、やはり未完成ながら明らかなプルーフ効果が存在する。小型化された金貨は、格額面ともに様々な工夫をして、 品質の高い美しい硬貨を鋳造する技術が試みられた。最近のプルーフ硬貨のような輝きのないものも多いが、明治13年名の20円金貨や2円金貨は、ミントラスターの生じていない完全なプルーフ貨である。これらのプルーフ硬貨の鋳造に関する詳細な記録は残っていないが、明治6年名の5円金貨は約315万枚発行されたが、 現存する効果のおよそ1%程度がプルーフ、あるいはプルーフライク効果である。造幣局によると、当時は、プルーフ化という概念はなく、ただ、極印を十分研磨し、明治5年以降の金貨では、極印を二度打ちすることも行われたようだ。したがって初期に鋳造された効果については、コインの地肌が、光沢のあるプルーフ状であるが、鋳造を重ねるうちにミントラスターが生じ、 曇ったような光沢のない地肌になる。また、当時の金貨や銀貨の極印には表面を特別に磨き上げた、極印と通常の極印の双方で鋳造が行われたようで、その極印も複数存在したため、この明治初期の金貨や銀貨においては様々なバラエティが存在する。これらの極印の一部は市中華の極印と共に造幣博物館に保存展示されており、 鏡のように磨き上げられたプルーフ効果の極印も見ることができる。銀貨においても先に記した明治6年名の5000銀貨のほか、明治8年、9年、10年名の1 0二十銭2 0銀貨にもプルーフ化が存在する。なお、新金貨においてもプルーフ効果の製造は行われ、造幣博物館には昭和7年名の完全なプルーフの20円金貨が、 保存展示されている。金貨の流通状況は、下表の通り。下表からは、貿易赤字及び、円の下落による金貨の海外流出、輸出が、いかに激しいものであったかが伺える。旧金貨は発行口の8割以上、新金貨も発行口の7から8割が、海外に流出した。また、国内残高も、その大半が、成果準備として日本銀行に保管され、 市場で流通したものはごく一部であった。このような状況は、金貨の流通な基金本位制とも呼ばれた。なお今日、収集品としての金貨が、発行枚数の割に高価で取引され、海外からの里帰り品が多く、状態も、未潮から、極み品のものが多いなどの理由は、こうした、当時の金貨流通状況によるものである。数値の波数部分に若干疑問な点が残るものの、 当時の経済状況の参考となる。金貨の年名別発行枚数と歴年上の発行枚数は必ずしも一致しない。なぜならば、1897年、明治30年頃まで、貨幣の年号による発行枚数の記録が行われなかったためである。特に、明治初期には、明治3年名及び明治4年名の国印を用いて1873年。 明治6年頃まで製造されている。また、明治8年名が存在しない20円、10円、2円、1円の各金貨であって、1875年、明治8年製造のものは、同年の12月に製造された、明治9年名である。なお、大型、小型の2種がある5円金貨及び1円金貨について、大型、小型の違いによる、発行枚数の区分は明瞭でない。 本表は本位金貨の年名別発行枚数を示したものである。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。